回のターゲットはシャバニ。鉱山で働かされていた子供たちのリーダーだった少年だ。彼は子供たちと引き離され、軍馬工業団地へと連れ去られた。現地の人間がムゾヤ・バディアブルと呼ぶ地域だ。ボス、シャバニを探し出し回収してくれ。ターゲットの位置は端末で確認できる。ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビーです。メタルギアソリッド5実況プレイ、全身金装備で任務達成せよ。今回も楽しんでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではいきなりですが倍速開始。あ、ちょっと待ってちょっと待ってください。あ、倍速しなくていいですね。非同士を拠点にしている。なるほど、ヘビの口か。目的地はそこを抜けるしかなさそうだ。いつもこのチャンネルではこのミッション D ホースでね、一気に目的地まで駆け抜けてしまうんですけども、まあ、今回はクワイエットも一緒ですし、迂回しないでオセロットの指示通り拠点の中をね突破していきましょうか。まあ、めちゃくちゃ見られますからね、気をつけていきます。ほんとこのアフリカ編はシャレにならないぐらい見られますからね。驚きでしたね。もう100メートル以上は余裕で見てきますから、拠点内で見られればもう即発見となってしまいますよ。まあただ、そんな状況でも、私はダイヤモンドドックスの社長ですからね。目の前に赤コンテナがあったら、たとえ発見されようとも回収するんです。やった、天才だぜ。それではですね、本来ここは倍速がカットになるシーンではあるんですけれども、まあ、かなり長いですので、まあ、こちら金装備実況シリーズにいただいたコメントの方を少し返信していきたいと思います。金装備で時間指定なしで痕跡なしを達成できればメタルギアで思い残すことはないです。できればですけどね。夜の痕跡なしは結構いけます。昼は絶望的です。ということでコメントありがとうございます。まあ、痕跡なしを達成できれば思い残すことはない。いや、SY さん、何言ってるんですか。いつまでも遊びましょう。この世界最高のゲームで、昼は絶望的。あ、ね、このチャンネル、昼潜入しかありません。緊迫したシーンに、緊迫スネーク登場で申し訳ございません。ということでコメントありがとうございます。緊迫したシーンね、緊迫ということでね。いやー、申し訳ございません。ありがとうございます、パイロン王さん。いつもご視聴とコメントいただいて嬉しいです。何度見てもクワイエットのスナイパーライフルのスリングさばきと最後の廃墟がかっこよすぎということでありがとうございます。着眼点がいいですよね。確かに言われてみればね、まあ、もちろん小島さんのゲームですから、そういう細かいところまでしっかりしてますので、これからそういう部分もね、注目していきたいと思います。初めて動画見ました。自分もメタルギア5やって、3つは S ランク取りましたということでありがとうございます。初めて動画見ていただいて、さらにねコメントもしていただいて、まあ、こんな感じの実況シリーズをやっているヘビチャンネルですので、まあ、もしねお暇な時間がありましたらまた遊びに来ていただけると嬉しいです。金ピカすぎて博士に疑われるのも致し方ないやつでしたね、ということでありがとうございます。まあ、いきなり9年ぶりに金ピカの男が現れたらあの一瞬のんっていう間は現れますよね。まあ、姿、形、いや、わかんない。金ピカ、バンダナ、スネークっていう感じだったんでしょうね。はい、それでは皆様、この他にもね、
っぱいコメントをいただいてまして本当にありがとうございます。ご視聴いただけるだけでもね嬉しいんですけども、こうやってコメントを残していただけると、あ、皆様が楽しんでもらえてるんだな、じゃあもっともっと私も楽しんで実況動画撮ろうという気持ちになりますので、もしよろしければお願いいたします。よし、一通り制圧が終わりましたので、いよいよ燃える男大佐に会いに行きましょう。大佐も驚くんじゃないですか久しぶりに再会したら金ピカになってましたからね。それでは今回ももちろん皆様大好き崖下ランデブー作戦、こちらでね大佐と遊んでいきたいと思いますよ。それでは声の工場に潜入開始。
シャバニ、お前の仲間に頼まれた。何もせげないと、オーバーナトール。にごいべ、ケーブン。ここで焼け死ね。はい、それでは今回も無事任務達成することができました。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。